ございます。おはよう。おはようございます。元気ないですね。朝は元気に。おはようございます。ザーす。目腫れぼったい。大丈夫。今大丈夫です。若干目覚ましかけずに寝てたんや。だから遅刻したやろ。めっちゃ久しぶりに遅刻したわ。いやいや失礼しました。朝はああだって昨日楽しすぎたんやもん。そうですね。楽しかったやろ。だからついつい飲んじゃった。っていうか君、はい、昨日の瑛太くん3つほど事件があったんやで。3つもありましたね。おう。1つは昨日のあの足場のいいところな。帰りもう天気も良くなって幸せいっぱいやな。なぎで海もな。あの船着きなのあんなフラットなところに小さな小さな水たまり、そこに最後に自分のリュックをピチャンみたいな、ピチャンあーみたいな、そこにおかんし。まあ、これはちっちゃな事件や、これな。次の、大事件やったやんか。大事件というか、俺はもうびっくりしたよ。はい、君。もう君の存在にびっくりしたよ。存在おう。昨日、餌買いに行きましたね。はい、ほら、思い出してきた。思い出してきた。餌を買いました、はい。はい、ホテル戻りましょう。車乗って乗って。あ。ほなら、ほら、思い出した。乗ったな、車に。はい、な。出発しようとしました。まあ、なんか反動は警告ランプがついてましたね。あ、反動やと。でもしかしたら最後後ろ俺閉めたん俺かもしれんから、あ、ごめんごめん俺かもしれん、あ、行ってきますって言って降りてバーンともう一回閉めてな。で帰ってきて乗りました車に。で、あれ、あ、またついてます。え、またついてます。いやいや運転席を閉めなさい。あんたそりゃついとるわ。君が閉めてへんねや。あるあるかもしれんけどやな。リアルに目の前で見たら俺もびっくりするわ。運転席閉めなさい。あ、来ました。そりゃそうやろ。三つ目、これ昨日撮った写真をいっぱい送ってくれたよ、これに、はい、バーンと、はい、な、19枚あったんや、あれ。いっぱい乗ってくれてるよ、ありがとうと思って1枚ずつこう見とったやん、はい、19枚目、はい、最後バーッと見ていって、どれ見ようかな、どれ見ようかなとバーッと見とったら最後全然違う、俺魚魚とかばっかりやってパッと見たら福岡で部屋を借りるなら、え、何これ何これ、福岡で部屋を借りるなら、いやいや俺福岡で住まんし、瑛太不動産かと思った俺は。たくさんの笑いをありがとうございました。もう今日はのんびりやるわ。もうあれ以上の魚をというたらもう贅沢やから、だからあれ以上のことは望まずって釣り出したらでかいのおらんかなとか言うよ。まあまあ、今日もなぎやから元気いっぱいのんびりやりましょう、はい、よろしくお願いします。お願いします。今日はもう笑いは結構なんでね。もう大丈夫ですから。、はい、頑張ります。お願いします。よし、スタート。はい、スタートのタックルは竿リールは昨日と一緒、浮きが、ピースマスター遠投
AM0 05です。浮き下が2キロ半、浮き止めあり下り玉ありパワーノットサルカン S で連結、道糸175ハリス175重りなし、浮き下もほぼほぼ2キロ半やね。重りなしでグレバリの6、これ餌残らんしょ、こんなんなんか釣れてるわはい、誰だ、ベラです。そんな深くないかもしれんな、ベラです。手前の潮はゆっくりちょっと前に押してるぐらいかな、だから風が吹いても釣りやすい。ほら全然さ、これは遠投やな多分な。ヒット、おー遠投、なんか来た、おー誰でしょう、誰でしょう、おおお、なんだなんだなんだ、来たぞ来たぞ、誰でしょうね、なんやろうな、これグレっぽくないな、動きはクン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 ってなってる。いやー今日もか、今日も馬ちゃんや、ほら来た、これがあんなとこにまでおるんやな、おはよう馬ちゃん、来た連打、馬ちゃん連打やろか平場うわ、おお馬ちゃんかな、なんかでも戦うけどな、ゴンゴンとかならんけどな、あ違う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 、グレーでございますグレーでございます、無理無理、浮き下が長いから無理や、可愛いサイズだけど作っとこう、いらしてください。でも遠投で馴染む前にポン来たから、これそういう釣りになるんかな今日、おはようグレです。はい、あれまた浮き身失った、あれ釣れてんじゃん ごめん見てなかった、これ数釣りになるな今日、あなんかちょっと重たい、首振ってんな、コン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 って、何やろ、うまちゃんかな、キーン言うて、誰グレちゃうよ、グレこんな動きせん、わサイズアップうまちゃんやいいわね、当たるな当たるな、よし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 、でかでかめっちゃおるんやけど、今あそこの塩急にいい感じになった、
あの辺で今当たってるとこやな、合流点やな。ちょっとチャンスタイムっぽい雰囲気。あ、ボラだらけ上でパクパク食べてる。ちょっと重りを足してます。風受けすぎないように。02円筒 M02、G5 を浮きから下矢引きぐらいのとこかなに一つ。わあ、あの海藻ちょっと邪魔やな、あれ絡まりそう。餌ないかな。とシャーよし、こういうな狙ってヒットってめっちゃ嬉しいよな。おお、引くんやけど。おお、ええ感じやぞ引きが。おお、これはなんだ。おお、うん、あー気持ちいい。結構下入っとるぞ。あの塩で食うと思った。食うならバレるなよ。エルライン下入ってる。おら、やっぱりさっきの藻がかかってるわこれなんか重たいと思ったら藻かよ。でも魚やろ。え、物下にグレー。よっしゃおお、全然違うぞサイズが。今日釣ってるやつと藻があるからかっこ悪いな、なんかこれごっつい決まってるシーンやのに。本当やったら嫌やな、あんなちょっといやいや笑いすぎや、ええたくなんかかっこ悪いやろこれ。来たーと書いてめっちゃえぐれやで。でもほら見てよこれ、でっかいよ、でっかいぞこれ。どうか、うわちょっともうでやけに重たいやった。外れんなよ、外れんなよ、頼むぞ。うわ、あかん、やり直しもうがよっしゃ。おお、Aサイズやったー、よっしゃよっしゃ。ちょっともうがかっこ悪いけどやったぜ、今日も出会ったぞ。全然全然雰囲気なかったのに、やっぱ塩やな、狙い通りや。おお、楽勝40アップや。45超えてるぞこれ。やったー、やーりーでっかい、これでっかいよ。雰囲気ないなと思ったら塩が急になんかいい感じに見えてさ、狙ったら一撃や。すげえ、めっちゃいい、長い。おはー、やーり、おめでとうございます。ありがとうございます。こっちの潮が強くなれば合わせ面が左に振るし、こっちの潮が強くなればちょっと右側に振るしって感じかな。あー気持ちよかったな、やりとり。はい、1号の差だけど強いからな、あんだけがっつり曲がったらもう最高や。天気もいいし。また藻がそばにあるやん。俺がさっき釣ってきて外れたやつやで、あれあれがまたあそこに戻ったやんでまた釣れるんちゃうやろな俺に。だってちょうどあの藻も流れていくから、ちょうど A 潮目の間におるんや、あれ。口が白いやろ、
もう俺のペットのようにこうほらほら上向いて上がってくる。これ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 、うぅかわいいんやって。なんか昨日からずっと俺のそばに寛大がおるんや。もっとええ差し絵やろか。ほれ来るぞ来るぞ来るぞ、うぅ海ってな、こういうの見てるだけでもうずっと楽しめるんやって飽きひんもん。やりましょう。あれ、当たり。これかわいい。なんやろ、馬面かな。この引きは馬ちゃんかな、ぽいね。入り方がおかしかったもんな。もじょ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 って。はい、もうチャンスタイムが馬ちゃんに変わった馬ちゃんタイムになった。あ、外れた。浅いとこで食ったな。これこれなんや、なんやろ。また馬すらか。そうやな、この竿の伝わり方、ツン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 って。ほら、湧いてんな。ほい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 、やっぱ潮が切れんとなかなかこれ小魚が多いから難しいわ。馬面もいるし、スーパーベタ投げで塩もなかったらちょっとしんどいな。当たってるやん、なんか当たってるやん。おお、これは誰だ。ちょっとしんどいな、言うとヒットしたおお、なんかグレっぽくない、この当たり、この引きの感じ。嘘っぽくないか。また A サイズなんちゃうのこれ。ほら、うほー、マジか。うお、口太っぽい。うお、そうや、グレーハーマジか、でかい。またまたでかい、でかい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 。うわ、これでかいうわ、やばい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 。あー、当たった当たった、トモ当たった。ごめんごめん、ちょっと待って。あお、やり直し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 、近すぎて。うわ、でかっ。ちょちょちょ、頭こっち頭こっち頭こっち、よっしゃ、でかっうわお、うわお、でっか。浮いてきたんかな、早かったな、ヒットまで。でかっ、またでっかい。やったやばい、これアイラブつくみやT シャツ作ろうでっか、これやばいぞ。50近いんじゃないか、でっか。うわー、いや
寒の時期これがあるんですこれがドーンがあるんですよ。やれ立派。ありがとうこれはでかいわ。当たるんちゃうこれ。しゃあなんやこれ。叩く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 。おおお、もうすごい暴れだ。ゴン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 って。あ、エリライでも下入ってる。なんなのこれ。え、なんだ。まさかグレー。こんな叩くやつおる。うわ、マジか。グレーや。すっごい竿コン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 したから違うと思ったんやけど、今落ち着いたな。またええグレーやこれ。うわー、4畳バーどうなってるこれ。やばくないか。うわ、綺麗綺麗。どうぞ。いや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 、どうこれ。すごいよ。超瑛太くん、帰り気をつけような二人ともね。これまた綺麗なグレーや。これ40オーバー、すごい海やな。笑うしかねえ。朝しばらくの苦戦は何だったんですかね。グレーも寝とったけど俺も寝とったかな。俺が冴えてなかったかな。やったー。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。イエーイ。初めてのな、釣り場。もう景色も新鮮やし、楽しかったな。来るとき大寒波でさ。そうですね。マイナス3ドル、吹雪になこれスタートしたから。家を出るとき。こっち来てからも大変やったけどな。でもその後、天気恵まれたな。本当にこの寒の時期でね、こんないい天気で、なぎで、あ、釣れ方が全部違って楽しかったな。一匹ずつ違うし。いや、いい日に当たったのは確かやけど、けどやっぱりそのこの釣り場のポテンシャルやな。 あんな魚がいるんやもん。だって豊かな海やったわ、ね、ぜひチャレンジしに来てください。めっちゃいいとこですよ、はい。まあ、いい釣りしたから言うんやろって感じですけどね。面白かった。で、船長が磯釣り知ってるところじゃないからどころじゃないからアドバイスいっぱいもらえるし、でこう聞けるから、海のことも潮のこともさ、グレーのこともさ、これはちょっと大きいんじゃないかな。まあちょっとスタートしてみたいないう人とかでも多分、かなり釣り場としてこう来やすいんじゃないかな。いっぱい釣らせてもらいましたけど、まだいっぱいいますから、ぜひ皆さん遊びに来てください。はい、笑顔しかないエンディングです。また次の旅にどっか行きましょう。はい、ありがとうございました。